皆さんこんにちは。衆議院議員候補の三谷輔博です。今日は私が敬愛をいたします佐藤正久議員の前でこうやってマイクを持たせていただくことに若干の緊張をしておりますが、しかしながら選挙戦も限られておりますので、しっかりと私の思いを皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。先ほど佐藤隊長といいますか佐藤議員からお話をいただきました。私の父親も自衛官でございます。昔から、転々と日本全国を転勤をする、そんな小学校生活を過ごしておりました。自衛隊の感謝というのがあります。この自衛隊の感謝というのはこのいわゆる団地なんですけれども、大体、4畳半が一間で、そこに家族4人が布団を敷き詰めて寝る。そしてお風呂っていうのは、手でカチカチカチって回してため火をずっとなんとか持って やんないとなかなかお風呂が沸かないような、本当に昔ながらのそういう地下施設の中で自衛隊感謝というものが、あります。だいぶ処遇改善が進んだとは言われておりますけれども、まだまだ人材の感謝というものは古い装備のまま、古い施設のままが続いております。実は私三谷秀博の父親が、なんで、自衛官になったかと言いますと、実は防衛大学校っていうのは学校ではありますけれども、そこに行くと給料をもらえるんです。学費を支払わないで済むだけではなくって生活費ももらえます。うちの父親は大学に行くお金がなかった、親から大学に行く学費を出してもらえなかった、だからこそ防衛大学校に行って、そしてそこで勉強をし、そしていろいろな資料に磨いて、そして自衛官になるという道を選んだと聞いています。本当にこの防衛大学校、そしてその道を進んで自衛官になっていく、それはさまざまなルートがありますけれども、最終的にはしっかりと命を投げ打って仕事をしていく、そういった道へとつながっていくわけです。私三谷秀博もこの三谷秀博、この私の父親のもとでさまざまなことを教えていただきました。本当に命を張ってこの国を守っていく、ちょうど私の父親が仕事をしていたのは海上自衛官ではありますけれども、対潜哨戒機という、対潜水艦を探す飛行機に乗っておりました。よく一番北の、空港というのがですね、八戸にあるんです。その八戸の空港からよくその一番東西の冷戦構造が厳しい中で、ソ連からさまざまな圧力を受けてくる中で、八戸の基地からいろいろと潜水艦を一生懸命探して、まさに最前線で命を張る、そういった仕事をしていたと聞いています。そういう命を張っていく仕事をしながら、なんて世の中に言われていたかというと、自衛隊っていうのは憲法違反だというふうに言われるんです。私三谷秀博がこの小学校の時に、とある社会の先生に言われました。三谷君のお父さんの仕事は何ですかと聞かれました。自衛隊員です、答えました。そうしたら、その学校の先生に何て言われたか。はい、皆さん、この三谷君のお父さんの仕事は憲法違反です。こういうことを。小学校の当時4年生の私みたいな生徒に対して、そういうことを授業で言う、そんなことはあってはならないじゃないですか。しかしながら、これ私だけじゃなかったんです。実は東京の小田原清という先生という、この東京の議員もいます。この小田原清さんは、お父さんが陸上自衛官です。で、小田原清さんも実は私と全く同じ経験をしています。子供心に深く傷つくわけです。こういうような憲法違反の仕事をしているお父さんを持って自分は大丈夫かなと思うわけです。でもものすごく悔しかったし、何とかしていかなければいけないという思いは人一倍あの経験があったからこそ強く持つようになりました。
憲法9条というものでありますが、この中で自衛隊というものがどのように位置づけられているのか、自衛隊、この先ほど佐藤正久議員からもおっしゃっていただきました、3.11 や、そして、このさまざまな災害の時に、ものすごく人の命を守る、何かあったら自衛隊に、この出動していただく、そしてその中で守ってもらうということをしていながら、そのくせ憲法違反だというのは明らかに私みたいに秀弘はおかしいと思っています。だからこそ今、この野党統一候補という形で仕事をしようとしている、野党の候補、立憲民主党と共産党、果たして自衛隊を憲法の政権を取った時にはどうするつもりなのかというのは、ぜひ正面から聞いてみたい、皆様にもその候補者、ご覧いただいたら聞いていただきたいんです。憲法9条どうするんですか、自衛隊どうするんですか、そして日米安保どうするんですか。今日本と中国の軍事費、この防衛費というのは日本5兆円、中国では公表されているものだけで25兆円ぐらいあると言われています。その中でも5対1、日本が中国だと、日本だけで日本を守ろうとしたと到底守りきれるものがないから、アメリカとしっかりと手を携えて守っていかなければいけない、そういう時に日米安保これを廃止するなんてことを言っている方々に政権を取られたら、あっという間に日本がチベットになります、ウイグルになります、そして香港になります。口先では一国二制度を守ります、今後50年間はこの制度を、民主主義を、香港の民主主義を守りますと言っておきながら、もう習近平の時代の中でもうその民主国家というものは完全に崩壊をしています。そういう国に我が国が飲み込まれようとしているされるような政権を我々は絶対に作るわけにはまいりません。皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。だからこそ我々はしっかりとこの国を守っていく、守り抜く覚悟を持って仕事をしていかなければいけない、これを全力でこれからも行っていこう、考えています。そしてそもそも私みたいに秀弘が、この政治の世界に入った時は実は自由民主党ではありませんでした。この前の選挙から自由民主党の中の一員として仕事をさせていただくようになって、政治民主党、そして公明党の政治政権のもとで仕事をさせていただくことを、行うようになったわけですけれども、その中で私のきっかけとなる大きなターニングポイント、分岐点は何かというと、あの平和安全法制です。あの野党の方々は戦争法案だ、戦争法案だ、あんな法律通したら直ちに日本が戦争に巻き込まれてしまう、そんな危ない戦争をさせるような、国を作ってはいけない、大反対の大号令、大合唱でした。しかしながらその中で結局どうしたか、今平和安全法制が通って、今日本がアメリカ、そしてオーストラリア、さまざまな国々と連携をして、なんとか中国を抑えていくことができている。その時に私、三谷秀弘は思いました。ここの、この神奈川8区の相手方の候補者が、なんて言っていたかというのは、ぜひとも皆様に思い出していただきたい。我々は、この国を守っていくために、限定的でも、いいから集団的自衛権というものを、それを認めていかなければいけないということを言いました。少し、専門的な話になりますけれども、集団的自衛権というのはアメリカが攻められた時にも日本が一緒になって反撃をすることができる権利のことを言います。それを認めると、なんかアメリカだけが攻められたら日本も戦争に巻き込まれちゃうんじゃないのという心配がありますので、当然ながら厳格な条件をちゃんとつけて、余計な戦争に巻き込まれないような限定をつけた上で、一部でも集団的自衛権を認めて、そして今では強固な日米同盟があるわけです。この
選挙区の相手方が何て言っていたのか、個別的な自衛権を拡張すれば個別的な自衛権だけでこの国は守れるんだということを言っています。分かりにくいかもしれないけど何が違うかです。アメリカが攻められた時に日本が協力するかすることができるかどうか、この地域の相手方は実はアメリカが攻められた時に日本が対応応戦するということは実は認めています。個別的自衛権でそれを処理しようとしたんです。でも大きな違いがあります。集団的自衛権を発動するためには相手国の同意または要請、頼むから助けてくれと言われたら初めて日本が一緒になって攻められるんです。個別的自衛権というのはその相手の国が何にも言わなくったって日本が介入することが介入する。これ何が大きな違いかというと、日本が個別的自衛権という名のもとで助けてほしいと言われなくても日本がいろんなところに戦争に出かけていくことができるようにする、そういう仕組みをここの地域の相手方は作ろうとしたんです。それを私みたいに秀樹は到底認めるわけにはいかないと思いました。皆さん、世界の中で日本が本当に信頼される国であるためにはどうあるべきか、国際法の中で認められるルールで動いていかなければなりません。我々が考えていくべきことはしっかりと世界の中で国際的に認められているルールの下で日本を守り、そして世界の平和を守っていく、これをやっていくのが我々自民党そして公明党の連立政権、あの時は自民党だけではこの平和安全法制をこれを通すことはできませんでした。公明党の様々なバックアップがあり、様々な自民党と公明党の強固な連携のもとでこの様々な国会での審議を乗り越え、そして最終的には通すことができました。大事なことはこの国を守っていくことができるのは民主党でもありません、今の立憲民主党でもありません、ましてや共産党でもありません。本当に今中国という国を前提としてこの国を守っていくためにはしっかりと自民党と公明党の連立政権が強固な関係を築き、そして一つ一つ解決困難な課題を前へと進めていく、これこそがこの国がこれからも豊かな国として、そして本当に繁栄して独立国家として次の世代に引き継いでいくことができる唯一の道だと考えています。今回の政権選択選挙は絶対に負けるわけにはまいりません。皆様、佐藤、ありがとうございます。佐藤正久、参議院議員とともに私三谷秀樹、この安全保障、国防について、しっかりとお訴えをしてまいりたいというふうに考えています。私の父親はよく言っています。自衛隊というのは便利屋じゃない、災害が発生した時に出動することは求められれば当然ながらやる、しかしながら災害があるからこそ、災害の時に救出するからこそ自衛隊の存在がそれが評価されるというような国であってはならない、それはもちろんやりますが、何もしない時でこそ、そして存在感がないような自衛隊というものを誰もが頭の中に忘れるぐらい平和な国である、そういった環境を作っていくこと、それをぜひとも私三谷秀樹はこれから世界の平和を実現をしていく中でこれを進めてまいりたい、このように考えています。皆様にお願いをさせていただきます。今回の総選挙、その小選挙区には私三谷秀樹をぜひとも お力をいただきたいと思います。そして先ほど申し上げた通り、この比例票、自民党と公明党の連立政権の下でぜひとも自民党だけではなく公明党にも皆様の票を投じていただきまして、自民党と公明党がしっかりと両者立てるような仕組みを、その結果を作っていける、それをしていくのも皆様の力で後押しをしていただきたい、これを心からお願いをさせていただきまして、私三谷秀樹からのお訴えとさせていただきます。しっかり
光と、佐藤正久、議員、いわゆるひげの隊長と一緒になって頑張ってまいります。どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。